お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の村田、対するバファローズの先発は右のケイ・スズキ、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の村田、マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは山足。背番号36。投球これから4球目。ストライク。次は5球目。投げました、ボール。第6球を投げました。外角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。背番号9。投球はこれから3球目。打ちました、ファールボール。次が4球目。投げました、打ちました。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の吉田。吉田正隆、背番号34。第2球、投げました、見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、変化球、空振り三振。吉田、全くタイミングが合いません。村田、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはジョーンズ。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ、投球は5球目。投げた、フォークボール、見逃し三振。バッターは5番ロドリゲス。ロドリゲス、背番号42。投球これから4球目。打った、ピッチャー中島、取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番西村。西村、背番号25。第2球投げた、打った、センター前に出る、取ってアウト、3アウトチェンジ。村田、3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは若月。第9球投げた、初球ツーシーム、空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。渡辺、ボールを取る、ボールはファーストへ、セーフ。記録はヒット。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号3。投げました、あーっと、ショーフライになった、見事バントを阻止しました。バッターは9番西浦。西浦、背番号00。第9球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。投げた、見逃し三振。打順は1番に返って山足。第4球を投げた、速球、空振り三振。3者連続三振。3回の表が終わって両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは大城。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、打ちました、ピッチャー返し。渡辺、掴んだ、記録はヒットになりました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。吉田正隆。投球はこれから3球目、ボール。投球これから4球目。4球目ストライク。次は5球目。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。レフト、ジョーンズ。第4球を一塁ランナー走った、三振。ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。バッターは5番ロドリゲス。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。村田、ナイスピッチングが続いています。4回の表が終わって0対0です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは西村。第1打席はセンター
変化球空振り三振、村田三球で仕留めてみせました。第9球投げました、初球はストライク。第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。外れた、ボール。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第9投げた、アウトコース低めストライク、まずは入れてきました。投げた、直球見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。1つ外した、ボール。第4球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、ビアヌエバボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。村田この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。0対0で迎える6回です。バッター T 岡田、第2球投げた、打った、ショート右、ショートから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って山梨、ここまで2三振といいところがありません。投げました、初球空振り、タイミング合いません。外角低め見送ってストライク、投げました、外角低め空振り三振、山足全くタイミングが合いません。第9投げました、アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました。投げました、インコース低めストライク、これで追い込みました。投げました、ボール。第4球を投げた、見逃し三振。ファイターズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは指名打者吉田、ここまで2三振といいところがありません。ボール、外角低め、次は4球目、投げた、フォーク、空振り三振、3者連続三振になりました。バッターは4番ジョーンズ、ここまで2三振といいところがありません。打ちました、これはショート正面、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番ロドリゲス、今日はショートゴロと三振。投げた、変化球、空振り三振、村田見事クリーンナップを抑えきりました。7回の表が終わって0対0です。8回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西村、今日はセンターフライと三振。第5球投げた、ボール。さあラストボール、投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー若月。第9投げました、初球スライダー空振り、1球目空振りから、投げました、このボールも空振り。投球は3球目、投げました、ボール、アウトローへ。次が4球目、投げました、バッターの足元。次が5球目、スライダー空振り三振、三者連続三振。右バッターボックスは8番足立。第3球を投げました、打ちました、西川取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。村田この回も三者凡退に切って取りました。8回の表が終わって0対0です。0対0で迎える9回です。バッターは T 岡田。第3球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、低め外れてボール。第5球投げた、打った、抜けた、 T 岡田いいバッティング。ファイターズ1点差に届かず敗れました。オリックスの勝利です。本日の勝利投手はヒギンス、西武、ディクソン、敗戦投手村田でした。さて本日のヒーローは K 鈴木、無失点の好投を見せました。本当に